ほんなら次は力の話。どちらか言うと五代君は力が入りすぎていることが多い。ほうき君はどちらかというと力が抜けすぎていることが多い。あの相手の力をどう利用するかを学ぶとともに、相手が力を抜いていたらそれをどう利用するかというのを学ばんといかん。抜けてばっかしはあかん、入れているばっかしもあかん。力は入れたり抜いたりせんといかん。ただ僕の言う力、 100% の力を入れて抜いたりせんといかんという意味では言うていない。力を入れるいうのは先生は10、20、もう30ぐらいまでやなと言うている。力を入れるというのは、力を入れたり抜いたりは、力を普段はまあ5か10ぐらいしとくけれど、いざという場合はまあ20や30ぐらいは入れるという意味で言っている。こういう力を入れたり抜いたりすることを覚えてほしい。入れたり抜いたりを覚えてほしい。ただ入れる時間は短い。力を30入れ言うても10秒入れろとかそんなこと言うて、瞬間的に入れろと。短い時はもう 0.1 秒か10秒でいい。まあ長い時は 2,3 秒か入れんといかんかもわからんけど、そのぐらいの力は入れてほしいということで、力を入れたり抜いたりしてほしい。一番いいタイミングで力を入れたり抜いたりしてほしい。適当に抜いたり入れたりじゃなしに、入れるべき時に入れてほしい。ところが普通の人は力入れっぱなしの人が多いな。あるいは何かあったら力入れる人が多い。まあホックンは割に力抜いているけれど、ほんなら抜いているからそれでいいんかいた。抜いとったら抜いている欠点が出てくる。抜きっぱなしやな。それで抜きっぱなしも良くない、入れっぱなしも良くない。そういうふうな力と力の関係をちょっと勉強したいと思う。あ、同時に斬新連続、斬新、力を抜いて斬新、力を抜いて連続もひっついとうということを覚えてほしい。一動作で終わりということではないということを覚えてほしい。さあ、それで、大体そこら辺でね、はい、はい、それでいきます。手の上でかかとの力入るな、かかとやってません。
これよく姿勢も取るな、全体の前前で、これまた力を入れてこうやってやる、後ろかかってる力がなるな、これも急に動けない、これも急に動けない、これやる、だからやっぱり自然体というのは昨日言ったように大切です。これ構えておくときでもそう、それで、構えておくときになるんですよ、はい、それでこれずっとやられたらもうこれで出てない、この時泣いてる人はちょっと力が入るな、で僕も一緒になって力が入って、もう押さえたら 0.1 秒で終わり、だからすごいもう出ていかない、もう目ついてるな、そういうスピードで出す、はい、そういうことを、はい、ここで止まったらどこ近いねんと、どっちも近いねんと押さえ合いやな、あ、これもうすぐ行っとかんといよ、だからこれ、簡単なというふうに、これは、まあ目つくように、そういうふうに。あるいは、さっき、開けるとき。あるいは、さっき、閉じるとき。はい。さっき、こういうふうに、力を入れちゃったら崩れやすいし、何しに連続で向こううまく力を入れてすぐに移ってきたら対応しない、でまたその力を入れてついていく、うん、これまた先生言うように力を入れてついてきて瞬間的に力を入れて瞬間的に力を入れて引いていった、そうな、けど力が全部入りすぎとった弱い、まずスピードの引きの話があるけれど、はい、続いてバーン、はい、でこれでもうやっぱり力入っとるから、これ力抜いてる、同じ速さやねん、力抜いとったら出るでしょ、力抜いとったら力抜いとったら崩れが小さい、もっと力抜いとったら、だから引くときに力抜いとったら、力抜いとったら力入れてる、これ力入れる、僕力入れる、みんな見るかもしれない、足の力入れる、で同じやつ足から見る、足をボーンと上ボーン、これ頑張る、下がったこれ頑張っとった、うん、まあ、これ、これ力抜いとった、足が自然に動く、足が自然に動く、こういうふうに力抜いとった、力抜いとった、
だから、抜けれと、単純に抜かんで入る。こう、じゃあ、そっち、そっち。同じように、当たったら、当たらない。Thank you.
崩しくて、当てるようになって、出てたから、生体、生中さんやな。僕も生中さんやな。で、これで、はい。生中さんやな。自分も生中さんなくしてるな。そういうふうにして、前へ。だから、これ、同じあれ。同じであれ、こうやってやってて前へ。まだ、もっともっと。これを捉えられる。けど、こんなことは捉えよう。捉えに、定中線じゃないから。例えば、あの、彼を攻める場合、正中線いうのを、もう何回も教えたんだから、自分の正中線を持って、置いて相手の正中線をなくすという攻め方をされています。だから、そんなの、あっち向けたら、自分から入っていってもいける。な、自分から入っていってもいける。入らんで、はい、相手を取っても、正中線を、あるいは両方で、手でこうするとともに、足も。相手が半分回ってくれて、自分が半分回して。というのを、だから正中線を意識して前へ立てる。だから、これじゃあ、これをグーッと進んで、もし、向こうへ行けば、ピッと踏むのでもいいし、向こうへ立てもいいし。そういうことだ。正中線の意識があれば、僕はある程度当てたらいいので、本気で、もっとこういうんで、本気で突っ込んでいくよ。突っ込んでいってみよう。で、五代君はそれに負けんように、線を切って、彼の水中線を合わせて、はい。正中線取られんように、もう学習したから、下がりながら正中線に戻しよう。だからたまには、はい、たぶん、こっち行くから、たまにはこっち。同じ線を走ったら、ますます学習して、ますます抵抗する方法を覚える。
を受け取る。けれど、千と千取られちゃったら、不利やな。自分も千の千を取られてる。そこら辺で考えると、で、お金さんにお金取るから、だから、これ、そっちに取る。千の千を取る。線の線を、どっちも線の線を取る。ぐらい考えても押さんでいいよ。はい、当てんように当てとったらいいよ。もうちょっとこっちを入れる。もうちょっとそれを意識して。ほんでな、ホーク君、下がっとったら線はない。前へ行く。五代くんも前へ行く。ほうきくんも前へ行く。はい。はい。ちょっと見とったら、もう一回、どっちを先に動くか見とくぞ。もうちょっと右、もうちょっとこっち。はい。それを、足を置いて意識して、ね、どう映れる？はい。はい、一応これふっと押さえられたらもうさっき押さえられたら終わり。はい、あとボタボタやっても線の線の関係ない。線の線いうのはな、最初の一動作ぐらい。ほら、それを意識して。で、最初はできない。最初はできない。だから、これ、ずっと。で、これ、線。ちょっと一時に考えてもらう。よいしょ。よいしょ。これ、手の押さえで合えば勝ちになったら、つまらない。おしまい、こんな話は。おしまい、こんな話。
はい、もうちょっとこっち寄って、はい、もうちょっとこっち寄って、もっともっと手伝いが そこでな、同じことをもともと手の取り合いやっとったら同じことの繰り返しやから、もうちょっと二人でも考えてごらん。それやったら土というよりみんなこれやれ、お互いにこれしとくな、もうそうなったら土がない。今の前から、だからそういう時にご自宅に社会だからやり方を変えてくる。うわーって書いてるとかさ、ちょっとやり方を変えてくる。同じ人に出会わせてもらったらね、こなしてちょっとやり方を変えてくる。ちょっと、もっとゆっくりでいいから、ちょっと流動と考えて、やり方を考えてくる。前と同じことやらない。5秒か10秒考えて思いついたら構える。というのはな、ほんまの勝負いうのは一本で終わりやから、10回、20回、30回やる必要ない。だから10分でも10秒でも考える。よし、終わり。あんまり面白くなくなったから終わり。そんなん今のやつかっこ悪いぞな。
二人何やってもかいた。お互いに手でを手合わせてこうやってやってるだけ。ちょっとみんなが笑う。